白川幸子と申します。少し弱いところがありますけど、何卒よろしゅうお願いします。広島の G7 サミットを訪れた際にですね、ウクライナ支援を表明していました。なので、右派政権イコール、ウクライナ支援の断絶というわけではないとはいえですね、結局はそれぞれ自分の国が一番というのが増えてくると、ヨーロッパ全体の結束というのが非常にご褒美が見えてくるということになりますね。これから経済が苦しくなると、やはり避けることができないのかなと思いますね。そうなんですね。こうした中、左派でもウクライナ支援の見直しを受けて、先月スロバキアで総選挙が行われたんですけれども、ウクライナ軍事支援の停止を掲げる左派のスメ、この政党ですね。でこの政党が第一党となったんです。でどういう政党かと言いますと、フィツォ元首相が引き継いでいるので、ロシアへの制裁が国内の物価高騰を引き起こしている、さらに軍事支援が紛争の長期化の原因となっている、こんなことを訴えて不満を持つ有権者を取り込んだというふうに見られているんですね。でスロバキアは NATO の加盟国でありますし、初めてウクライナへ戦闘機を供与した、まあ、そんな経緯があって、で積極的な支援に加えてロシアへの経済制裁も行ってきたということなんです。でスメルが政権を握ればヨーロッパの支援の足並みが乱れる、その心配も出てくるということなんですね。右派左派と、まあ関係なくやっぱりこう自国の経済がこう疲弊してくると、やっぱりウクライナの支援をもうよりは自分の国の方が大事だよっていう、まあ、出てきている、いわゆるウクライナ支援疲れというのが見えてますね。田中さん。そうですね、もうご指摘の通りウクライナの支援疲れというのは表裏一体になっているのは、自分たちの国の経済が大変だということと、ね、表裏一体になっていると思いますね。まあ、
勢力伸ばしているという指摘がありましたけども、アメリカも全く同様ですよね。まあ、先月我々がやらせていただいたのはアメリカの共和党大統領選挙の候補でしたけども、やっぱり共和党の大統領候補の上位3人が共通している政策っていうのはウクライナに対しての支援を見直すというところで、やっぱりこれも、ね、同じようなところだと思いますし、やっぱり各国で経済の悪化が懸念されている、まあ、そんな中で右派の勢力がそういったところの、まあ、はけ口にいろんな政策を打ち出しているというところで、まあ、これからもやっぱりこういう勢力がこのままだと、まあ、威力を増してくるのかなという感じがしますよね。そうですね。特に今の画面出てましたけれどもね、11月中旬までの予算を確保する、とりあえず民主党と共和党の妥協としてつなぎ予算というのを可決したんですが、この中にウクライナ支援の費用を除外したんですよね。ということは、まもなくウクライナ支援するためのお金がアメリカで尽きてしまうという、そういう状況になってますよね。ウクライナ支援に関して言うと、ドイツが手を引いたら相当ドミノ状態になってしまうという懸念はどうなんでしょうかね。ドイツの人たちは先ほどもお話ししましたけれども、ウクライナの支援に関してはやるべきだということはおっしゃっています。だから、そのいろいろなこう自分たちの生活への不満をどこに向けるのか、ウクライナでなければじゃあどこなのかということで、移民や難民がそのターゲットになりやすいと。で、そこを話のこう中心にしている AfD がやはりこう飛躍するという、そんな図式になっているということですね。そのイスラエルのネタニヤフ政権がそのハマスと戦争を宣言しましたけれども、こう極右政党を取り込むことで、まあ、こう他者を排斥するような状態が戦争になってしまうということは、やっぱりドイツの人も望まないと思うんですけども、そういう中東情勢が何かこうドイツのストッパーになるみたいな心理になるってことはないでしょうか。可能性はあると思いますよね。やっぱりドイツは過去のユダヤ人の虐殺の件からイスラエルを全面的に支援してきているわけですね。だからイスラエルの国内情勢というのはドイツの人たちも非常に敏感に見ている。その時に極右政党が入ったことによって、イスラエルがどうもこのような事態を引き起こしたんじゃないかと当然思いますよね。そうですね。今国の選挙の悪急の議会の中で言うと、 CDU というメルケルさんが率いていた政党が第一党なんですけれども、与党ではないんです。つまりたくさん政党があるので、その政党がどこと連立を組むかということで政権が決まってきます。そうやって考えていくと、やはり AfD が与党に入ることは非常に考えにくいというのが現在の見解だということなんですね。となります、将来的にね、 AfD が勢力を伸ばすと、 AfD か反 AfD 連立かみたいなことが起きうるということですよね。はい。で、今のところインタビューをした政党の方たちのお話の中では、やはり AfD と連立を組むということはありえない、考えられない、それは私たちの歴史から言ってもそれは無理だというふうに言っていますので、今のところはそういう状況です。でもこの AfD が第2党になるというような専門家のお話もありましたから、今後どうなるのかというところはやっぱり心配なところ、それはもうドイツの国にとってすごく心配なところだと思います。だからロシアによるウクライナの軍事侵攻で、エネルギー価格が高騰する。そうすると結局じゃあ我が国はどうするのかということになってきますよね。それはロシアのプーチン大統領も実は狙っていることかもしれないというわけで、これからの様々なヨーロッパでの政治状況に ロシアも介入してくる可能性もある。そういうことも含めて、私たちはやっぱりヨーロッパあるいはロシア、ウクライナの様子を見ていかなければいけないと思いますよね。ここで池上さん、増田さんからお知らせです。はい。まあ、ウクライナの侵攻が続いている中でですね、じゃあ国際情勢をどう見るかということなんですけどね、歴史で読み解く世界情勢の基本というのを僕ら新書で出しました。基本というのがひらがなで書いてあるようにですね、やっぱり誰でも分かるような、あ、国際情勢というのはこういう歴史があるからそれぞれの国が行動しているんだということが分かる。
したドーナツ。ピザって焼けたよ食べよ。こっちこっち。ピザって焼けたよ食べよ。もちもち。ミスローからピザ。これがピザだ。ふたつの味のピザだ。ピザだ。あなたへ。さりげなく気遣うあなたへ。紅茶家電は思います。あなたが今日も誰かの支えになっていると。あなたがいるとホッとする。紅茶家電。警察が付近の警戒を強めています。気温が下がってきましたので風などにもどうぞお気をつけください。また明日です。失礼します。午後1時になりました。ゴールでまたその点差を2点に縮めます、うん、でまたその2分後にトライ決められてしまって突き放そうと。ついに頼ってください。肉魚海鮮セットお試し宅配受付中。家作りのご相談ですね。ずっとモヤモヤしてたけどそんな選択。Thank you.
体験を、安心と安全が息づく街づくりを、データとテクノロジーを駆使して富士通ユーバンスが応えていく。美味しさを未来につなぐ。もったいないも見つめ直す。物が届く幸せを守り続ける。美しい海と共に生きていく。私たち富士通ジャパンはコンピューティングや AI などのテクノロジーによって社会課題を乗り越えていきます。日本の幸せの隅々に富士通ジャパン。全日本フィギュア12月21日開幕。通行不分違反待ち伏せエリア注意してください。後方まであと2分となりました。第35回挑戦する権利を駒澤が今年も手にするのか、それとも駒澤を止めるチームが現れるんでしょうか。いよいよスタートの時を迎えます。心配された雨も持ちこたえてくれました。2023年シーズンの大学駅伝が今年もここ出雲からスタートしました。今年は箱根が第100回大会のシーズンですので、全国の大学が箱根にも挑戦可能という、いわば特別なシーズンでもあります。それから出雲は毎年気温と風が大きく勝敗を左右するんですが、今日は 23.3 度、風向きが北北東で 2.0m です。これどうご覧になりますか。そうですね、いつもと風が逆になる前半とかですね、大風になると思うんですけど、2m ですからそんなに風の影響受けないですね。取締りポイント注意してください。島根県出雲市、その象徴です。
52秒が入りました。2分52ですが、下りでスタートということを考えますと、渡辺さん、これどうご覧になりますか？そうですね、さほど、まあ、早くはないと思いますが、今、ムチリ・ディラング選手が、ね、はい、引っ張っていますが、これ、ミオニン選手はです、ね、このペースだとついていけますから、はい、3キロぐらいまで、ね、様子見るんじゃないですかね。今年は比較的下り坂ですが、2分50かかって、ゆったり入ってきたという印象がある立ち上がりになりました。それでは、今年の出雲駅伝有力チームをここでご紹介しましょう。三冠を達成するには、出雲絶対勝てないといけないですし、すごく大事な公衆戦かなと。チームだけが今年三冠に挑戦する権利を手にするわけですけれども、過去2度三冠を成し遂げたチームはありません。さあ、まだ1キロから2キロに向かって、2キロを過ぎましたが、2キロのペースは坂口さんどうでしたか？この1キロから2キロは2分46、少しだけ上がりました。直近の1キロは2分40秒台まで上がってきました。アイビーリーグのヒューゴ・ミルバーが先発ですが、渡辺さん、はい、注目のルーキー順大の吉岡が前に出てきましたね。そうですね、ミルナ選手がこう前に出てくれたおかげで、はい、まあ、吉岡君自分でこれペース作らなくても良くなったというか、はい、うまくこう利用して走れるようになりました、ね。はい、この順大のルーキー吉岡は非常に高校時代史上最速の 5000m の記録を出して注目のランナーです。これからの一度に期待していきたいと思います。それでは各チームの、オーダーをご紹介していきましょう。大会前の予想では駒澤大学と中央大学が優勝争いアジア大会 5000m から中4日連戦でのエントリーです。それからユニバーシアード 5000m 銀の安原が当日選考で5区に入りました。黄色マークが当日選考の選手です。それから一方、中央大学の吉井大和は今回希望を考慮して外れています。昨年無冠に終わった青山学院大学は直前の記録会で1タイムを連発して躍進を狙うシーズンです。昨年出雲と全日本で準優勝の国学院大学、三本柱、一時三区、山本伊予、平林、アンカー、後半に攻められるフォーメーションです。順天堂大学は三浦龍司が調整段階で今回は外れましたが、注目のルーキーこの吉岡大和が現在1区から登場戦を図っています。それから早稲田大学が2年ぶりの出雲路、3年生以下のメンバーで1年ぶりの登場しています。3年生の三浦選手です。注意してください。法政大学は1区からエース松永で登場、ユニバーシティエースハーフマラソンの日本代表選手です。東洋大学は昨年の苦しい駅伝シーズンからの復活を掲げています。怪我からの復活を誓う松山4区です。
北海道地区と東北地区は学連選抜チームを編成して挑んできています。北信越地区も学連選抜チームで出場。大学館大学と大阪経済大学は今週土曜日、第100回大会で挑戦可能となった箱根駅伝の予選会にも出場予定です。立命館大学も週末の箱根予選会に出場予定。関西大学のエース亀田仁一郎は日本インカレでも関東勢を上回る活躍を見せています。広島経済大学は2年ぶりの出場。監督の尾形剛さんは2005年世界選手権マラソン銅メダリストです。環太平洋大学は2年連続3回目の出場。11月の全日本にも3年連続出場を決めています。第一工科大学2008年の3位は関東勢以外で歴代最高順位です。そして4年ぶり出場の IB リーグ選抜もロスタイムでは迫力十分、現在先頭です。以上1チームが21チームが出雲路を駆け抜けます。先頭が3キロのポイントを通過しています。それでは優勝争いをお伝えする第一放送車にマイクを渡します。実況は坂口義久アナウンサーです。優勝の模様を伝える第一放送車、解説は順天堂大学時代にエースとして2000年度学生駅伝3冠を達成、卒業後は 3000m 障害日本代表としてオリンピック2大会に出場した岩水千佳さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この2キロから3キロの1キロが3分3、ここまで岩水さんどういうふうにこの状況というのを見ていますか。はい、まあ、2分52、2分6、2分46、3分3というイメージなんですけど、向かい風ですよね今年。なのでその向かい風の影響が出ているのかなというところで、タイムからは計り知れないその